どうもナオチンです。さあ今日も夜回り3やっていきます。よろしくお願いします。今日はここだね、古びた船の中かな。行きましょう。どんな感じなんだい。また古いテレビだね。まあ最初はね、別にそんな、いきなりいるの、なんかお化けっぽいのが。ちょっと待ってくれ。いや、避けれない。うわぁ、あれ無理じゃない、無理くない。え、あーなるほど、うまいこと避けていかなきゃいけないんだね。これ壁際に押し込まれたら終わりじゃん。え、マジでか。こう発煙筒かなんか。ありがたいね。おお、やばい、早く早く渡らんと崩れる。ああ、お前がまた来たんか。こいつ逃げにくいから嫌なんだよね。ええー、ちょっと待って、これ無理じゃない。あ、うん、発煙筒に弱いの、あいつ光に弱いのかな。うわあ、どうやって行けっていうの。板を探してこなきゃいけない。あった、板あった。よし、これでいけるね。はい、おーし、危ない。なんか目玉みたいなのがあるね。あれボスかな。やばい。え、どこ行けばいいのこれ。うわあ、どうしようもない。お、これ。お、何？カメラが。カメラで消えるのか。でも使用制限があるとかそういう感じか。お、なんかあった。鍵？やった。うっそ。え、出航した？出航してない？光に当たったらなんかヤバそうな気がする。オッケー。おー、あー、お化けまで消しちゃうのか。なるほど、これをうまく使っていけってことね。よし、慣れてきた、慣れてきた。
来い。よし、うわ、まだ取りに行けってことかよ。分かった。またおお、いや、いいよ、もう鍵開けさせて。お、あ、あのお化けだ。いろいろ助けてくれたからね、いいやつなんだろうけど。そっちに行けってことか。ここどこなんだろう。どっかの島かな。知らない場所だ。なるほどね、濡れた旅行カバン、砂まみれの財布。はいはいはい、10円玉ね。で、これでここの島を探検しろっていうことですか。わかった。はい、ということで次はここの島やっていきます。はい、ではありがとうございました。